こちら園田競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、エイシンドライバー前に行きそうです。フェアウィンド、それに続いています。さらにはフェアリーベスト、驚きの毛色、リーガルサン、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはフェアリーベスト、その隣にフェアウィンド、エイシンドライバー、すぐ後ろ、後ろからの競馬になりました。リーガルサン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にプレシャススペイン、このあたりで各馬第1コーナーにかかります。前に戻りましょう。先手を取ったのはフェアリーベスト、フェアウィンド、この馬もこのグループ、すぐ後ろにシークレットチーフ、並んで2番エイシンドライバー、すぐ後ろにプレシャススペイン、後ろからの競馬になりました。リーガルサン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにキャニオンヘッド、青の帽子、磯のオリーブ、その後ろ最後方にアロマミスワキ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、1番フェアリーベスト、依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として地方の U、 フェアリーベスト、フェアウィンド、ほとんど差がありません。3番手にリーガルサン、絶好の手応え。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、フェアリーベスト先頭、差はほとんどありません。あと200m、 先頭はリーガルサン、リーガルサン先頭です。このまま押し切るか、エイシンドライバー迫る、リーガルサン大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。